有限会社 AU 企画の上地敦樹と申します。よろしくお願いします。きっかけとしては、社協の山内さんから、いろいろな、読谷村がこういう状況っていうのをいろいろ聞いてたので、以前は米を、50体寄付したんですけど、まあ、さらに厳しいということで、今回寄付という形になりました。村民の皆さん、社協の、長浜と申します。まあ、今回も AU 企画さんから今お話がありましたけども、地域に、福祉に、あるいは今非常に困っている、コロナで困っている皆さんに手助けしたいということもございまして、社協としてはこの思いをですね、ぜひ困っている皆さん、あるいは必要とされている皆さんに届けていきたいな、今回は米とかいろんな食品も含めた形でのお届けができるのではないかなというふうに考えております。そういうことで、今村内が多くの会社ですね、企業の皆さん、事業所の皆さんがこういう福祉に支援ということで、あるいは役場に支援ということで、いろんな形で動いておりますので、ぜひこの思いをですね、みんなでコロナを早めにこう収束させてですね、まだ普通の生活に戻れるところまで、ぜひみんなで協力して頑張っていきたいなと思います。今日は AU 企画さん、本当にありがとうございました。